ド激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということで今回ですね、東京町田にある辛麺シンクさんにやってまいりました。で、今回挑戦するメニューなんですけれども、豚骨ベースの辛い、ラーメンになります。でね、今回も辛さレベルが、選べます。まあ今回は、切りよくね10辛を挑戦していきたいと思います。なんとね、入ってる唐辛子、辛みの成分になると海塩ペッパー、そしてもう一つカプサイシンソース、こちらの方を使っているそうです。韓国産のね、このカプサイシンソースはですね、僕が韓国で食べた激辛豚骨にも使用されているあのヤバいカプサイシンソースを使っているということで、今回はねだいぶ辛い、レベルの高い戦いなのかなと思います。それでは、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。町田にある辛麺シンクのラーメン食べてきた、激辛で聞いてきたから、ドキドキしながら多分普通の食べたけど、いけたから次はもっと辛いやつでと、安心ですね。辛さレベルを自分で好みで選べるのでね、これは安心して挑戦できるようです。そして2人目、町田辛麺シンク限定麺辛雷、カレー風味の激辛つけ麺、うま辛なんだけど間違いなく明日ダメージが来る、サワークリームで味を変えながら食べる、最後はスープ割り、海の2番だしのスープらしいや、カレーに魚介の味が絶妙にマッチしてうめえという感じですね。どんな辛さが体験できるか、調査してまいりたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。ちょっと10辛でいくんですけれども、半分ほど食べ終わったところで追い辛タイムを取り入れたいかなと思います。おぉ、こちらです。うわー、はい、はいはいはい、あ、なるほど、薬味みたいな感じですね。そうですね、おろしニンニク、なるほど、ありがとうございます。いただきます。さあ、辛麺真空さんの山10辛お手並み拝見です。こんにちは。強烈だ。ああ、やはりこの韓国産のカプサイシンソース、強烈な辛さです。しかし、その後にこの豚骨ベースのコクが、美味しいですね。すごい濃厚。これ美味しいわ。辛いけど。このお肉ね、チャーシュー、これはとろけます。おいしい。もう甘みで全部なくなっちゃいます。そしてもやしを、これ今回ちょっともやし増量しましたかね。たまらんですね。さっきのチャーシューどこ行ったのっていうぐらい食べた瞬間になくなっちゃいますよ。韓国産のカプサイシンソース、一度こう食べ、一度はね、ちょっとパッと口に入った瞬間ちょっと甘みを感じるんですけど、その後に強烈な辛みがグーッと押し寄せてくる特徴がありますから、少量の量で辛くなるんで、旨味を損なわずに辛さを出すんで非常に便利かなと思いますけども、あら、そういそう、おすすめで、おろしニンニクが非常に相性がいいということで、ちょっとおろしニンニクを足していきましょう。揚げニンニクもニンニクフィーバーでございます。おろしニンニクの香りが、うわー、これ最高だな。追いニンニクした後の麺を吸っていきましょう。いただきます。時間が経てば経つほどちょっとダメージが蓄積されてきますね。お口の中が熱くなってまいりました。ザ・男飯って感じですね。
辛さ増しお願いしてもよろしいですか。カプサイシンソース入れすぎると本当にヤバくなっちゃいますよね。そうっすね。でもこれいいとこ味が壊れないですよね。確かに、うん、ありがとうございます。カプサイシンソースとカイエンペッパー。このカプサイシンソースはこのちょっとの量だけでもめちゃくちゃ辛いの。これあんまりガバ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 入れすぎて本当体調崩すので、これでにしておきます。十分これでも破壊力があります。ちょっとこれ臭なんですよ、皆さん。これ現役ちょっと臭なんです。最新ソース舐めた後何食べても大丈夫。しなげよかった。これは辛い。これは辛い。残すところはこのスープのみ。最後このスープを飲みまして、この激辛バトルに照りをつけたいと思います。強烈だね。ちょっとスープ危険かもしれないですけども、ここは男気を見せて、飲み切りたいと思います。耐えろ。今が耐えどころ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛麺シンクさんの、山10辛辛さレベル、じゃらららら、じゃじゃん、辛さレベル8です。8です。内訳としては、そもそも10辛本体としては、まあ、辛さレベル、6.5 とか7ぐらいなんですけども、カプサイシンソース、おいからでカプサイシンソースを足して一気に辛くなったんで辛さレベル8という判定でございます。まあね、普通に通常バージョンのね10辛、これね非常に濃厚な豚骨の味わいで非常に美味しく食べれました。カプサイシンソースがとにかく辛い。ほんのちょっと足しただけでもね本当に辛い。もうお口から火が出るぞという感じですけど、本当に危険ですと聞いた話によると、なんかね毎週木曜日激辛好きに向けて激辛メニューを販売してるそうです。1週間ごとにまだ全然気まぐれで違うメニューを出してるそうなので、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。